もしもし、俺だ。ルッテルー、アユシーです。直通回線でかけるなと言ったはずだ。盗聴されている可能性があるのだぞ。迂闊な真似はするなと言っている。それでそちらの状況は？オカリン、オカリン、マユシーはオカリンが何言ってるか全くついていけないよ。要するに何の用だと言っているのだ。作戦行動中だ。そっか、そうなんだ。でもマユシーはすごい話を聞いちゃったので。聞きたい？有益な情報なら聞こう。IBN5100 の話なの。まさか手がかりを掴んだのか。そうか、メイクインにあったんだな。これはなんという盲点だ。俺としたことが。さあ、メイクインに来て。待ってるからね。おい、電話で話せ。おい、マユリ。なぜわざわざメイクインに行かねばならんのだ。IBN5100 のことを思い出して店のみんなに聞いてみたんだ。最初はマッキーちゃんに聞いたんだけど、マッキーちゃんは PC には詳しくないんだって。それにね、リサリサちゃんは PC は PC でも最近のしか知らなくって、しかもマカーだし。さっさと要点を話せ。お前がいかに苦労したかはどうでもいい。つまりフェリスちゃんが知ってるっぽいよ。何？それは本当か？レトロ PC マニアなんだって。フェイリスが。俺だ。 IBN5100 の手がかりを掴めそうだ。聞いて驚くな。フェイリスニャンニャンだ。あの猫娘がレトロ PC に詳しいと思う。これは何か裏があると見るべきだろう。相変わらず人使いが荒いな。分かっている。今すぐ会いに行ってくる。もしも今日の20時までに連絡しなかったら、俺に頼む。メイクインに襲撃をかける。すべて、シュタインズゲートの選択だ。エルプサイコク。ニャンニャー、今日も参加する。
デイリス材なのにゃ。マジな話、フェイリス杯とは何なのだ？フェイリスとの勝負にゃ。フェイリスはみんなを同時に相手にするのにゃ。フェイリスを喜ばせてくれた人にはご褒美があるのにゃ。フェイリス、本気なのか？断る。にゃにゃ。俺は戦うつもりなどない。ただお前に話があってきただけだ。参戦しないならごめんなさいだけどお帰り願うにゃ。メイドの犯罪でご主人様を帰らせる気か？今日のフェイリスはフェイリス杯主催者なのにゃ。お店に入れるのは参加者だけにゃ。話は2分で済む。 IBN 聞かないにゃフェイリスとお話ししたかったら今日もフェイリス杯に参加するしか方法はないにゃん足元を見よって。さあどうするにゃ。戦わなければ生き残れないにゃ。やむを得んな。その勝負受けて立とう。ただし勝負した暁にはお前が知る情報を全て話してもらうぞ。にゃにゃ、別にいいけど。ダル、お前に教えてやる真の男の戦い方というものをな。オカリン、まさか何か秘策が？そういうことだ。作戦名は G バックとだけ言っておこう。自信があるのかな。これまでに知っていた20人の涙無駄にはせん。フェイリスよ、約束は覚えているのか？この勝負の終わりお前が知っている情報を全て話してもらうぞ。すげえ、オカリンのやつ初めからフェイリスに勝つ気だ。5分だ。それまでに勝負は決するだろう。それじゃ3巡目始めるにゃ。ライネットアクセスバトラーズデュエルアクセス。
参りました。オカリン弱っ、弱すぎる。マユシーはがっかりなのです。結局全部ハッタリだったん？作戦名 G バックって何だったんだよ。おい、京馬はまるで自爆するみたいに突っ込んできたのにゃ。え、それってまさか。そのまさかだ。作戦名G バックとはすなわち自爆に等しい突撃を仕掛けること。どう見てもダジャレです。本当にありがとうございました。でもなんで京馬は負けたのにそんなに偉そうなのにゃ。まだ気づかないのかファイリスニャンニャン。俺にとってこの戦い、勝ち負けなどどうでもよかったのだ。とかにゃ。俺がお前に提示した条件を覚えている。にゃ、フェイリスが負けたら情報をすべて話す。違うな、間違っているぞ、フェイリス。俺はこう言ったのだ。勝負した暁にはお前が知る情報をすべて話してもらうと。勝負した暁にはだ。わかるかフェイリス、俺は一言もお前に勝ったらとは言っていない。この作戦は俺だからこそできたこと。この場にいる誰もがフェイリスの手作り料理という目の前の餌に釣られ、勝つことにこだわりすぎていた。だが俺は違った。フェイリスの手料理などには全く興味はなかった。そのモチベーションの差こそがこの負け前提の作戦を成功に導いたのだ。頭脳的作戦といえ、これぞオペレーション G バックだ。さあフェイリス、答えてもらおう。 IBN5100 はどこにある。にゃ、 IBN5100？ しらばっくれても無駄だ。俺は確かな筋から情報を得ているのだ。お前が IBN5100 について知っているのは間違いない。にゃー、そんな小難しい名前言われてもさっぱりにゃ。この写真の PC はどっかで見たことあるような気もするんやけど。どういうことだ。お前はレトロ PC に詳しいのだろう。マユリがそう言っていたぞ。わ、情報源明かしてるし。はーい、マユシーが確かな筋です。詳しくはないな。うちのパパが集めてたから今も家の倉庫にたくさんしまってあるけど。つまりそこに IBN5100 が眠っているのだな。では今すぐ案内してもらおう。それは無理にゃ。何？なぜだ。